バイソン？あの超でかい牛？いや、牛は大体でかいけど。パパはすぐ動物に懐かれます。これ懐かれてんの？完全に取ろうとしているようにしか見えないけど。次を見るのが怖い。どんな階段より怖い地獄の絵日記を送ってきやがったな、真昼。グリズリーと相撲を取ってる金太郎か。お父さん、肉食動物はまずいって。ユーコン川です。とても綺麗でした。兄弟、川はいいから後ろ後ろ。お母さん、さっきから夫の日に全然写真ぶれないな。グリズリーってめちゃくちゃでかいクマだろ。 お父さん大丈夫なのかよ。絵はがきでこんなに心動かされたのは初めてだ。パパはグリズリーと仲良くなってました。金太郎か。